はい、プレボールドもや球人です。えー、今回も自由契約になる育成選手のお話をしていきたいと思います。えー、補強期限が終わりまして、育成契約から3年間以降、試合かから育成落ちになった翌年以降の選手で、えー、育成契約のままの選手はですね、強制的に自由契約になります。えー、まあ、奥にですね、球団から試合下の話があることもあるんですが、えー、ただそのままであれば他球団が獲得と可能ということになってしまいます。で、昨日はね、野手をご紹介していったんですが、今回は、 えーまあ、注目のですね、育成投手を数人ですね、ご紹介していきたいと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。はい、一、えー、人目はですね、茂田智明選手、プロ4年目。出身地は千葉県1996年5月30日生まれ26歳。185センチ、85キロポジションピッチャーで右投げ、右打ちの選手です。2018年育成ドラフト3位指名の選手で、今期年俸400万円ですね。平均球速が約146キロ。球種はスライダー、カット、カーブ、フォーク、ツーシームを投げます。 1>, 1年目は3軍戦で33登板、防御率1.91と公設記憶を残し、2軍戦にも2試合登板。翌年の2年目は選抜として3軍で公設記を残すも、なかなか2軍での登板期間に恵まれず、3年目の昨年は2軍で9登板、40イニングを投げ、対等を見せたが、試合かとはならず、契約期限の3年を迎えたため、オフに自由契約となりました。 その後、再びホークスと育成契約を結び、今年で育成4年目を迎えているということですね。はい。まあ、このシ田選手ですね。ま、ソフトバンクの中でも、えー、まあ試合があるんじゃないかと言われていた選手でございました。去年の2軍成績は9試合で2勝4、敗4 0点、レイニング、防御率3.38、脱散失率6.97、ヨシケリス3.38という成績でございます。 今季はですね、主にリリーフとして対等、えー、してまして、34試合で3勝3敗、4セーブ35.2イニング、防御率2.52、ウィップ1.37、脱三振率10.85、予球率4.79という成績でございます。 はい。まあ、防御率いいですね。優秀です。2点台10番ということと、また、脱三振率が非常に高いと、えー、まあ、10点台後半ということで、えー、まあ、非常に三振が取れる選手と、ただ、よし球率がね、4.79ということで、高くなってしまってます。まあ、リリーフになって急速が上がった分ですね、ちょっと請球もね、乱れてしまったのかなと。まあ、ここがね、試合下に至らなかった理由の一つでもあるのかなっていうふうには感じるんですけど、 はい。ただ、今季はですね、対、えー、左、えー、バッターに対する K パーですね、三振率っていうのが35%を超えているということで、まあ、右ピッチャーなんですが、非常にね、えー、左バッターから三振の取れる選手という特徴もありますので、まあ、やはり魅力的な選手かなっていうふうに思います。まあ、年齢的にね、26来年27歳ということになっちゃうんで、まあ、えー、即戦力として活躍、えー、してくれるっていうことをね、見込むのであれば、獲得の可能性っていうのは全然あるのかなっていうふうには感じますが。 はい。では続いて見ていきましょう。はい。続いて2人目は岡本直哉選手、プロ4年目。出身地は千葉県1996年10月30日まで25歳。182センチ、79キロポジションピッチャーで、左投げ、左打ちのサウスポーです。2018年育成ドラフトの任位指名です。今季年俸400万円、平均球速が約141キロ。球種はスライダー、カット、カーブ、フォーク、チェンジアップを投げます。 一年目は三軍戦で31三十四登板三勝0敗防御率1.00と後成績を残すも二軍戦では登番なく翌年の二年目は肩を故障してしまい三軍戦でわずか二登番のみと悔しいシーズンとなります三年目の昨年も肩の故障が再発したため二軍での登番はなく契約期限の3年を迎えたためオフに自由契約となりましたその後再びホークスと育成契約を結び今年育成4年目を迎えているということですねはい岡本選手ですね三軍では一年目からいい成績だったんですがちょっとね故障がしというところも もあって、えー、まあ二軍の当番はですね、三年間で一度もなく一回自由契約になってしまったということなんですね。ただ、えー、それでも今期はですね、二軍成績見ていくと、19試合で4勝0敗33.1イニング、28奪三振防御率1.08、奪三振率7.56、四球率3.24という成績です。はい、まあ先発もリリーフもやりつつということで、まあそこまでね当番数自体は多くないんですけど、防御率が1.08ということでまあ抜群の数字を残しております。 まぁ、あ、脱三シェルテを死刑率見るとですね、まあ、抜群に引いてているかっていうと、そうではないので、まあ、ちょっとね、こう、上振れ感っていうのはあるんですが、ただ、優秀な成績っていうのを残しておりますので、えー、まあ、このくらいに抑えれているのであれば、やはり他球団も無視はできないのかなっていう風に感じます。 はい。まあ、やっぱね、故障歴っていうのが気になるところなんですよね。肩の怪我っていうのがある選手で、まあ、今年はね、えー、ま、しっかりと投げてくれているんですが、まあ、そこをどう判断するかと。まあ、そこを除けばですね、貴重なサワンということなんで、えー、このままですね、2軍成績、いい感じで終われば、えー、ま、ソフトバンクでの試合下の話もあるでしょうし、なければ、ま、他球団もね、黙っていない選手なのかなっていうふうには感じます。では、続いていきましょう。はい。続いて3人目は、堀岡隼人選手、プロ6年目。 出身地は神奈川県1998年9月11日まで23歳 183cm87kg ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です2016年育成ドラフト7位指名ですね今季年俸670万円平均球速約 147kg ということでストレートは非常に速い選手ですね球種はスライダーカットボールカーブフォークチェンジアップ1円目の奥に右肘のクリーニング手術を受けた影響でなかなか2軍の当番ケアはなかったが 3年目の19年には一ンで好成績を残し、7月末に試合が登録をつみ、初登板も記録。しかしその後は1軍で結果が残せず、主に2軍暮らしが続くと昨シーズンは試合が昇格してから、初の1軍登板なしに終わり、オフに自由契約に。その後、育成選手としてですね、巨人と再契約を交わし、再び試合が復帰を目指しているということですね。 はい。この堀岡選手ね、育成選手から入って、一回支配下に上がったんですが、えー、またですね、えー、自由契約になって、今年からまた育成契約にということでございます。で、見ていくとですね、通算で見ると1軍では15試合登板で1ホールド1 7ニング、防御率6.88ということです。はい。 で昨年は2軍で43試合ですね、結構投げてました。2勝4敗、えー、63.2イニング、防御率4.10。脱三死率8.34、死木率3.53ということで、えーとまあ。結構投げていたんですけど、まあ、枠の関係もあってね、えー、自由契約で育成となってしまいました。はい、で今期はですね、ここまで27試合に登板、2勝3敗、37.1イニング、防御率3.13、えー。脱三死率10.37、死木率5.54という成績です。 え、防御率はね、昨年より良くなっておりまして、脱三振率もぐんと上がりましたね。やっぱ三振取れる選手っていうのは魅力と。ただ、予死率っていうのが5.54ということで、昨年よりも悪化してしまったということになるので、やっぱ三振は取れるけど、えー、請求球何、えー、試合かっていうのは見送られたのかなっていうふうには感じます。 まあ、ただですね、この堀岡選手、平均球速ですね、2軍で30イニング以上のピッチャーの中ではリーグトップですね。147.2キロかな。しっかりと速いストレートを投げてます。まあ、似たタイプで言うとですね、えっ、ー、と、巨人をリリースされて日本ハムに行った古川選手とね、えー、まあ、かなり被るところもあるかなっていうふうに思います。古川選手はパリーグに移籍してしっかりとやっておりますので、まあ、この堀岡選手もそういったですね、えー、まあ、感じの選手かなっていうふうに思いますので、他球団に行ってこう、ぐんぐん伸びる可能性はあるんじゃないかなと。あと年齢 23歳歳、まあ、今年で24歳かな、えー、まあ割と若いっていうのも、えー、いいポイントかなっていうふうには思いますでは続いて見ていきましょう、はい、続いて4人目は与那原弘隆選手プロ7年目出身地は沖縄1998年3月9日まで24歳 189cm90kg ポジションピッチャーで右投げ右打ち2015年ドラフト3位指名の選手で今季年俸410万円平均球速約 142kg 球種がスライダーカットカーブフォークなどを投げます 2年目の9月に右肘の靭帯を痛め保存療法を選択。しかし翌年になっても状態が改善せず、6月にトミー・ジョン手術を行います。その影響でよくに自由契約となり、育成選手として再契約を結ぶことに。19年に復帰するも、その後は3軍での登板が多く、なかなか2軍では成績を残せず、今季で育成4年目のシーズンを送っているということでございます。 はい。というわけで、この米原選手ですね。もう長いですね。7年目になります。えー、初め試合下で入ったんですけど、えー、まあ、トミー・ジョンね、行って、そこから育成のままということでございます。ただですね、まあ、19年に復帰してということなんで、まあ、ちょうどね、こう、トミー・ジョン手術で、まあ、良くなるね、えー、ぐらいかなっていうふうには思いますので、まあ、ここからね、どうなっていくかと。

え、まあ彼の特徴としてはですね、やっぱ制球力は抜けているのかなっていうふうに思います。去年、今年とですね、まあ、しっかりと1点台の予球率をキープしております。三振はね、ちょっとね、これから取る課題はあるんですが、えー、まあリリーフピッチャーとして、フォアボールはね、あまり出さないというタイプなんで、ただこう圧倒的にですね、えー、まあ抑えてくる、制圧してくるっていうロマンはないので、まあ、そこのね、魅力はちょっと欠ける選手でもあるのかなっていうふうには感じますが。はい。では続いて見ていきましょう。 はい。5人目は沼田翔平選手、プロ4年目ですね。出身地は北海道2000年6月24日まで22歳。175センチ78キロポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2018年育成ドラフト三3位指名の選手で、今季年俸520万円。平均外約144キロ、急所はスライダーカーブ、フォークチェンジアップ。 1>, 1年目からい2軍戦で3試合に登板し、高等すると翌年の2年目にはオープン戦で防御率1.42と、構成的は残しアピールに成功。5月31日の開幕前に試合化登録に。しかしそこから1軍定着には至らず、昨年2軍でも不振になり、後半戦からサイドスローにも挑戦。しかしオフに自由契約となり、再び育成推しとなってしまったということですね。はい。この沼田選手まで、ね、育成から一試合下に上がっていたんですが、結果出せずですね、えー、去年の奥に自由契約、育成再契約ということになっておりました。 はいえー、通算で見ると、ですね1軍では7試合で6.2二ニング、防御率9.45という成績。去年の2軍ではですね27試合で0勝1敗、1セーブ27.0イニング、防御率5.00ということで、まあ、やはりね去年は結果残せなかったということになっています。 今季に関してはですね、22試合で2勝4敗、セーブ22.02、防御率4.09、ウィップ1.09、奪三振率9.82、良識率2.86という成績です。まあ、序盤はね、かなり良かったんですけど、まあちょっとね、えー、失速してしまったなということですね。まあ、ただ、ここからまたね、盛り返してはきているので、えー、まあ、悪くはね、えー、ない成績なのかなと、特に奪三振率ですね、9.82、良識率2.86ですね。まあ、ここのスタッツっていうのは優秀で、えー、そこまでめちゃくちゃね、えー 速い球を投げるわけではないんですけどしっかりと2軍で三振を取れる選手になっております。 で、やっぱこう、若さとスタッツっていうのは魅力かなっていうふうに思いますね。えー、まぁ、球速もね、144キロとはいえですね、年々すごい速くもなっていってるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、22歳、来年23歳ということになるので、でえっ、ー、と、まあ、大卒1年目と同じね、えー、年になるのかな。で、それで、このスタッツっていうのは、やっぱまあまあ魅力的かなっていうふうには思いますので、まあ今後のですね、2軍の活躍次第ではちょっと面白い選手ではないでしょうか。はい。というわけで、えー、続いてはですね、最後見ていきましょう。 はいでは最後6人目ですね、ワン・イェン・チェン選手、プロ4年目、出身地は台湾2 0 0 1年2月14日まで21歳、180センチ、82キロ、左投げ、左打ちの選手です。はい最後はですね、外国人選手ということで、2019年に NPB 入り、今季年俸230万円、平均球速が約141キロで、球種がスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、ツーシームですね。 高校時代はアンダー1 8台湾代表としてアジア選手権で完投するなどの活躍でチームの準優勝に貢献。その後19年8月に育成選手として4年契約での合意が楽天から発表されます。翌年の20年に二軍戦発送版を果たすと、昨年の21年には21試合に登板し、ボー防御率3.38と構成績を残すも試合が契約に当らず。そして今季は入団当初に結んだ4年契約の最終年ということになっております。 はい。で、成績見ていくとですね。去年の成績は2軍で21試合で2勝3敗、50.2イニング、防御率3.38、脱散死率7.64、予宿率4.80という成績です。で、今期の成績はここまで12試合で2勝4敗、60.2イニング、防御率4.15、脱散死率6.68、予宿率3.71という成績でございます。 はい。まあ、ワン選手に関してはですね、まあ、日本人ではないので、まあ、あれなんですけど、ただ今年でね、4年契約が終わって、一度自由契約になる見込みということでございます。 えー、まあ若くてポテンシャルは高いね、外国人選手と。まあこのままなら正直ね、何とも言えない感じかもしれませんが、えー、しっかりと防御率が3点台になって、脱三進率、を死休率がですね、まあいい感じになれば、まあ、面白い選手かなっていうふうには思いますね。まあ楽天で再契約っていうところもね、濃厚じゃないかなっていうふうには思うんですが、えー、まあこっからね、どうなるのかと。はい。というわけで以上6人でございました。最後まとめて終わりましょう。 はい。では、まとめていきましょう。今日見ていった育成投手はですね、ソフトバンクの重田選手、岡本選手、巨人の堀岡選手、与那原選手、沼田選手、そして楽天の外国人選手のワン投手。以上ですね、6選手ご紹介いたしました。いかがでございましたでしょうか。はい。まあ、年齢的にはね、20代前半からまあ中盤の選手と、 でピッチャーでいうとですね、やっぱりいい選手はどんどん上に上がっていくので、結構ですね、まあ球団が偏るというか、まあ、ソフトバンクと巨人にねかなり非常は寄ってしまってはいるんですけど、まあ、でもね、どの選手も、えーまあ、ここからどうなるんだろうっていうね感じはします。まあただ、やっぱ、ね、このままの状態と、あとはまあ、えー、さらにですね、まあ、いい成績を上げてくるっていうところが、えーまあ、大前提となるかなっていうふうには思うんですが、まあ、オフに、えーまあ、育成で再契約になるのか、それともね、球団 かかからら試合を持ちかけられるのか、えーまあ、自由契約になって他球団に引くのかっていうところもね選択肢としてはいろいろあるのかなっていう,ふうには思いますので、まあ、彼ら以外にもですね注目する選手がいればぜひ、まあね、コメント欄で教えていただきたいと思います。では今日は以上、ですねチャンネル登録、高評価、コメントなどもいただければ嬉しいです。野球人でございました、セのゲームセットありがとうございました。